プリンスオブウェールズ S で G1、6勝目を挙げたディープインパクトサンク・オーギュストロダン、オス4、イ・オブライエン、の次走はキング・ジョージ六世クイーン・エリザベス S、G1、芝2390メートル、7月27日イコールアスコット、に決まった。4日、レーシングポスト電子版が伝えている。管理するエイダン・オブライエン調教師は、 オーギュストロダンはエクリプス S も検討しましたが、彼にはアスコットのキング・ジョージがいいと思うし、シティ・オブ・トロイをエクリプス S に出走させるべきと関係者で判断しました、とコメント。また、同氏はオーギュストロダンの父ディープ・インパクトが竹豊騎きとのコンビで6年のジャパン C を飼っていること、エイダン・オブライエン調教師自身がジャパン C を飼っていないことを紹介。 オブライエ氏はロイヤルアスコット開催終了時にジャパンシー、G1 芝2400メートル、11月24日イコール東京に参戦する可能性を示唆していたが、改めてジャパンシーの馬になるかもしれない。ブリーダーズカップはすでに勝っているが、もしかしたらまたブリーダーズカップに行くかもしれない、と秋の目標の一つとしてジャパンシーの名前を挙げている。 次走に予定するキング・ジョージ6世クイーン・エリザベス S は昨年、AI ダービーを連勝後に参戦し、1番人気で最下位10着に敗れたレース。大手ブックメーカーのウィリアム・ヒル社、パディ・パワー社はドーマの単勝前売りオッズを2、5倍の1番人気に設定している。昨年の雪辱なるか、G1、7勝目となるのか、オーギュスト・ロダンが次もワクワクさせてくれそうだ。